FC 東京は1日、MF 荒井勇太、20、がカタール・富山へ育成型期限付き移籍することを発表した。期間は2024年12月31日までで、FC 東京と対戦する公式戦には出場できない。新井はドリブルを武器とする選手で翔平高から加入した高卒2年目。昨季は J1 リーグ2試合とルヴァンカップ2試合に出場した。 ただ今季はここまで公式戦の出場がなかった。クラブを通じて、これまで自分を応援してくださったファンサポーターの皆さん、ありがとうございます。結果を出して必ず成長し、皆さんの前で自分の価値を示せるように頑張ってきます。少しでも気にかけていただけたら嬉しいです。行ってきますとコメントしている。また、富山を通じて、今自分が持ってる力を最大限出して、 富山の勝利のため、昇格のために全力で戦います。応援よろしくお願いしますと意気込みを伝えている。